ガジュマルのコントゲームセンター。うわー、ここのゲームセンター初めて来たな。よし、何して遊ぼっかな。うわー、何がいいかな。うわー、何これ、気持ち悪い。え、ケツ太鼓の達人、太鼓の名人ゲームみたいなやつかな。何これ、面白そう、やってみよう。チョリーン、うわ、動いた。曲を選んでね。すげえ、ケツを赤くしてね。ケツを赤く、曲を選んで、よくわかんねえや。とりあえずやってみよう。ケツを赤くして、いろんな装置がついてる。どうしたらいいんだ。どう叩きゃいいのか。あ、あ、曲が選べる。うわ、ホワイトベリー夏祭りがある。これに決定だ。ミュージックスタート。ケツを叩け、ドン、お、ドン、なるほど、ドン、なるほど、ドン、すごいゲームだ。カッパ、カッパ、なるほど、カッパは下から上に、カッ、なるほど、どんどんカッ、はいはい、どんどんカッ、あ、できるできる、どんどんカッ、お、どんどんカッ、できるぞ。わー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 、風船っていうのは鳥のことだ。ああ、なるほど、あれだ。でも割ればいいんだ。よいしょ、よいしょ。ありがとうございます。いや、これでどんどんね、ベルも鳴らしてケツも叩いたということで、はい、尻上がってね、皆様の運気がどんどん上がってますんで、はい、尻だけですね。次の射撃必ず当たりますよ。はい、はい、これそれプレゼントします。いりますか、いりますか、そこっちゃいらねえか。はい、さあ、じゃあ続けてどうしましょうか。でもし、このね、鉄太鼓達人をやりたいよっていう方いますかね。あ、ね、ワンプレーいかがですか、皆さん。ワンプレー100円になるんですけど、あそこの女性の方がやりたそうな顔してますかね。いますよ、女性の方。いや、あなたですよ、後ろ振り向かって。いや、いや、あそこのコックさんとかどうですかね。ああ、あそこのね、 お母さんすぐ逃げましたよ。あの食堂のおばちゃん、すぐ逃げちゃいましたね。食堂のおばちゃんがワンプレーはちょっと難しそうかな、まあね、子供ちゃんに、ね、よかったら子供くんやってみる今の。やだよね、得体の知れないものがね、ごめんなさいね。あの親のしつけがちゃんとこれをやらないってことは、いや、教育が行き届いております。じゃあちょっと、はい、あ、どうします、やります、やりますか。いや、いいか、いいんじゃないですか。最後にね、じゃあ最後に皆様、はい、我々縁起物の特技を今日ちょっとやりたいと思います。あの皆さんのね、運勢が上がって、もうすごい車検がいっぱい当たるように、一つね、特技をやりたいと思います。はい、どういった特技でしょうか。手も足も使わずですね、はい、あるものを真っ二つにしたいと思います。手も足も使わずにあるものを真っ二つにする、これが成功できたら皆様、はい、大きな拍手で、ぜひ拍手かせてね、お願いいたします。よろしくお願いいたします。それではじゃあ4番の音をよろしくお願いいたします。はい、それではミュージックスタート。ちょっとステージもこれ結構難しいんで、私も入っておりました、失礼いたします。さあ、この大根もですね、手も足も使わず
ございます。ありがとうございます。行って川崎まで来て何をやっているんだろう。終わりました。皆さん、終わりましたね。はい、以上、柏原でした。どうもありがとうございました。